お客さんの体勢は仰向けになって膝を曲げます。白いシールが股関節になります。赤いシールが母指圧をするポイントになります。赤いシールは股関節から指1本分上、この部分に母指圧を当てるんです。必ず膝を曲げた状態で行ってください。左の臀部を行うときには右手を使い、四肢を臀部の下にこのように添えてください。母指はこの向きです。位置確認なんですけども、このまま上下に動かしてみてください。非常に硬い筋肉がここで感じられるんですよ。もしここに硬い筋肉がなければ、少し上にずらすか、臀部の方に位置をずらせて、このようにもう一度上下に動かしてみてください。そうすると非常に強い引きつれがあります。そこが母指圧ポイントになります。大腿が股関節から指1本分上に引きつれた筋肉があります。圧の方向は2段階方式です。1回真横に押しながら若干斜め上に持ち上げてください。圧の方向は2段階方式です1回真横に押しながら斜め上方に向かってぐっとこう持ち上げる感じですね。こういう感じです。押さえて斜めで、腰を横斜め上方に圧を入れながら左手見てください。この膝を外側に動かしていきます。圧は入れっぱなしです。戻します。圧を横斜め上方に持ち上げながら膝側に持っていくんです。今回の動画があなたのためになったのであれば、ぜひですねチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、今回は以上になります。次回またお会いしましょう。では失礼します。